前でトレインから崩して高いボールを入れてきました。ミューディア、そして鈴木どうだ、今度こそか、鈴木武蔵今度こそ決めたか。黒川クロス、パスタが触る、こぼれたまま鈴木武蔵、後ろからダワン、ダワンのシュート、あー決まった。半田、半田残して鈴木、鈴木武蔵、もう少しプレー見るか、うわーっと出た山見だ、ガンマビッグチャンス、山見運ぶ、山見中に3人入ってきたぞ、いいボールだ、どうだ、落として、ここからシュート、鈴木同点、値千金、鈴木武蔵、鈴鹿か、鈴木武蔵、コース、このまま突き刺さりました、1対1同点、これは見事でしたね。下のフリックから左サイド入れてきます。ヘビング、早くもシーズン4ゴール。もう一度セカンドボールを噛むし、田中さんも収めて、小川、柔らかいボール、長谷川のクロス、来た相手に当たって、長谷川達也は面白いクロスで、小川幸喜お願いします。おセカンド奪った、ここから右サイド広げる一投、クロスが入っていく、小川の向こう、長谷川だ、先制横浜 FC、 キャプテンが結果を出しました、長谷川達也。三つ丸からのところは高尾、高尾が行く、高尾がまだ行く、ここで倒れてファールです。渡辺一馬、2人来る、入れてきて、折り返す、本当にこの高尾選手がね、この裏を抜けたのが勝負ありですね。高尾ゴール前シュート、おどー、一瞬ですよね、はい、これ高尾選手やっぱ起点にもなれますよね。そうですね。さあ広瀬からこの上田綺世倒れる、ファウルはない、ここは高尾対応という形になっています。どうぞ逆転、高尾です。1対2逆転に成功しました。見せないところ通した谷村、すらして中野ファインセーブ、中野選手、ビッグセーブですね。チャンスになる、左足打ってきた、ここなん使いました、西矢スルーフィニッシュ、バスケスバイロンフィニッシュ、キーパー左足、うん、まあ、ワールドカップでも活躍もしました、相馬がポルトガルへと移籍をした名古屋です。ここのボールの奪い合いというところですが、プレスを増えとともに全力のスプリントで行きました町野です。長いボールでひっくり返しでいった横浜市、いきなり小川に入ります。セカンド拾った、セカンドボール繋いで小川シュート、さあ後ろから林も上がってきた、逆サイドに小川、林が上がった、動きは使わずに中カットインしてシュート、本当近寄っていくサウロ・ミネイロ、右足のクロス、これは逃げようと思ったところ、危ないところにこぼれていった、今度詰めた、先制点はラッキーな形で横浜 FC に入りました。だって近藤がいて、ユーリララが上がっている、ユーリララヘディング、縦を破れるプレイヤー、ゴリゴリといった近藤の左足、大外、そして近藤、この辺りは近藤振り切るスピードがある、そして近藤、大きな3点目、横浜 FC 残留争い、田中博文1対1どうする、ここでまたぎを入れて1人かわして、右足でのクロス、大分ゴール前に迫る白い日本、田中が行く、田中右足クロスボール、田中博文です、カットイン、水野、面白い、田中へ、山田からスイッチして、さあ田中博文、裏へ、アンデルソン、田中、中レオナルド、かわす、クロスが入る、クロス、早いボール、逆サイド、田中、まだボールつながっている、田
田中のクロスはヘディングは決まった。1点返した藤枝。前から西谷が行きます。プレスのスイッチ、お足技でかわした家泉。ああもう一回戻ってきた家泉、一人かわして長井へ。ハワイ歩む南、伊坂全員抜けた。伊坂全員コーナーキックです。右から崩していきましたモンテリオ。います、ニアを狙ってきた、こぼれている、押し込みました。いわき FC 先制。柔らかいボール頭だ、いわき同点。家泉今日2点目、素晴らしいボールでしたね。ドンピシャリ。ちょっとずれました。さあ皆川スルーして、ここから五十嵐のシュート、収められるか。うん、この辺りは少し高橋の方が役者が一つ上だったか。ただうまくまだ繋いでいるギサロ、ギサロ自分で狙った。あ、梶川しっかりと防いだ、粘りました。ここですね、ただ奪い返してもう一度岸本、そしてふわっとしたボール中山からのボールだ。ヘリング高さがある。あ、梶川なんとか戻していった。ナイスキーパー。うまく剥がして中川ひろとへ、ウィンバーサポート、裏へ、イサ、チャンス、イサ、イサだ、キーパー、セカンド拾った、シゲ、シゲのフィニッシュ、これもキーパー、最後はキーパーもね、よく見れてたと思うんですけど、梶川選手を褒めるべきですよね、素晴らしいセーブですね、この後もですよね、しっかりとボールから、反転して前を見る、レフティ独特のリズムからクロスボール、平川のヘッド、止めている梶川。巻いてくる軌道、トップ下の平川で、インサイド上がってきた鈴木優斗。さあボックス内3人、近くにいる山田裕樹、低いボール鶴、後ろからドゥドゥ、キーパー止めた。後ろから伊藤がいる、後藤コントロールして、金子の右足、キャッチした山田大輝。途中出場になりました。これはもうシステムそのままですかね。3バック、はい、そうですね、3バックですね。ミドルシュート、うん、だ。そしてこぼれて押し込むことができない。伺います、清水。あとはその決定力の部分、仕掛けた岸本、中に入れてホナウド、ナイスキーパー、よく反応しました山田大輝。遠いところから見たいですね、低い位置で、はい。さあそしてチャゴサンタに、チャゴサンタシュートが決まった。強烈なゴールで同点。斜めに瞬間的に戻ったんですけども、このファーストタッチの質、あとはパッとキーパーを見てニア上ですから。さあそれぞれの選手たちを両チームが投入して、このゲームの終わりはどうなるか。そして決定的なシーン。さあ右サイド開いているのは北爪、いいボールです。ダイレクトでクロスボール、チアゴサンタ。さあ厚みを増して右からのクロスが入ってきた。時間の使い方が、そして白崎、チアゴサンタナ。山原です、山原クロスボール、チアゴサンタナ。練習続けていた水戸の守備陣でしたけれども、そうですね、前で触れると思ってこう出ていった松田選手ですかね、はい。パスでつなぐ、ミドルシュート、右に切れていきます。目からミドルを打ってきました。さあここは抜けてくる、エリア内シュート。真ん中宇野かチャールス、遠いボール、宇賀神だ、宇賀神シュートになる、ポスト、もう一回宇賀が交わした、クロスはどうだ、決まった。これは狙ったか、それとも、まあ、本人の笑顔を見ていますと狙ってはいなかったような表情ではありますが、 FC 岐阜が先制点を挙げました。中入れたい山中、足元へシュートチャンスだ、打てない、ここでフィニッシュ、ナイスボール、宇賀神決めて先制。浦和レッズ0対1。中村穂高は今コンディションいいんじゃないですかね、はい、体を入れたディエゴ・オリベイラ、引きつけて渡辺涼が
小泉のパスです。クロス対決白井のマイナス、こぼれ球、もうこれはこぼれ球を押し込んだ渡辺龍馬、ロングラガンでカシーフへ、ここからクロスが入る、アデュート、こぼれて渡辺龍馬、右の奥に抜けていきます、渡辺龍馬を狙った胸トラップからの右足だ、残します。まあ、間を通しました、前田打った、浅野が戻ってきています、前田フリーだ、前田左足わずかに左でした。さあ山田のキープから下げて背後抜けた長井の浮き球、これは逆サイドクロスだ、山崎背負って、後ろ前田のシュート決まった、駆け引きですかね、はい、そこの判断というのを見ていきたいです。安藤取り返す、梅田だ、流れてシュート、武田が押し込んだ、あっという間に水戸同点、さらには寺沼も中央、大外松田、カーブがかかって寺沼を狙って、スピードを緩めました、ふわりか後ろから武田、武田秀俊取り返していく、安藤33分、水戸ホーリーホック追加点、さあなおもここサイドを取ります、角を取ったクロスが入る、こぼれてシュートボレー、これが突き刺さる、武田素晴らしいシュートが決まりました、水戸追加点、新井中小石さん見ますが左足巻いてきた、どうだ、クリアか、残したか、玉際魂のプレー、はい、もうこれはよく戻ったと思います、そして井上グランダルコース、トリガー見せていますが、ロングスロー、パトリックフリックしてこぼれたところ、井上だ、後ろ木の時間帯ですね、酒井ユカだ、スピードのある細谷抜いていく、浅田の対応、また抜き一人で行った、シュートだ、広げて山本ダイレクトで入れました、ファーサイド佐藤とジェバリー、コーナーキック山本裕樹からファーサイドこぼれている、押し込んだ、しのげるか新潟、ヘッドだ、 FC 東京、アダユトン、アダユトン、アダユトン、クロス、シュート、ポスト、中野部、さあ拾った、中川、川村が行く、佐藤がポジションを捨ててしっかりケアをしました、大橋クロス、逆サイド、石原ボレー、山田直樹、ミドルシュート、阿部に託してからパス、さあ中央、おー、ここは発生、ただ流れていった、パスを出す、石原清和、石原、シンプルにクロスを入れます、ヘディング、大橋、大橋がさばいて、またタリックが出てきます。タリック追い越してきました、石原、待ちましたね、石原クロスヘディング、クロス入れた、ヘディングシュート、見事に決勝点、よし、タリックが落として、さあ松尾だ、松尾、関川、残った、松尾、よく体に当てました、梶浦が戻したボール、あー、これを狙っていた松尾、松尾が仕掛ける、松尾がまだ行く、中3枚いる、松尾からサーファーフリーだー、押し込みました、ボーベルグ先制ホーム、浦和レッズです。
関根、斜めに入れて松尾、松尾切り返す、後ろからまた伊藤、松尾のフィニッシュ。入ってきたのは関根、関根切り返し、関根ショートでつないで松尾シュート、ディフェンス。ちょっと思うようにボールはまってないですよね、ね、引きつけて大久保を止めて裏を狙った松尾が来る、左足。レッツ先制、前半7分。今日の流動性のある前線、大久保、松尾、いい絡みでした。